いい加減な手術をしたら殺す。ドクター、驚きの事実ですわ。イギリスには霧の町があるらしいですわ。霧に包まれた町ですわ。なんて幻想的なのでしょう。イギリスに行きたくなりましたわ。どうでしょうか。ジョゼッタ様ならマリアお嬢様の姉ですが、
ありがとう。頑張ってお仕事しないと。そんなことないですよ。お皿。カーブではどうか。落ちます。おいおい、医者の言葉とは思えないな。俺たちは患者を治すことが最優先じゃなかったのか。芝居じゃこんな手術はやれないぜ。いろんなこと知ってるじゃないか。
探偵に転職したらどうだ。へえ、あんた勘違いしてるぜ侍。臓器の提供者が同意してるんだ。It's no problem. What's the problem? Doctor.私、ドクターレックスに聞いたの。私が残ってお姉様がシチリアへ行った理由、ジョゼッタ姉様、カルチに恋人がいるって。本当はシチリアなんて行きたくなかったはずなのに、辛そうなお姉様の顔を思い出すたび、どうして私じゃないのってずっと思ってた。私だったらどこに行ってもよかったのに。狭いベネツィアから飛び出して遠いところへ行ってみたいとさえ思っていたのに。2年前、ジョゼット姉様がいなくなってから、私だけがおじい様に甘えて毎日を楽しく過ごして、ドクターのような素敵な人と巡り合って、なのにお姉様は。だから私が残った理由が何であっても、今度は私がそれをやらなくちゃいけないんです。でも私のお腹の中が空っぽになったら、もう走れなくなっちゃうのかな。一緒に行ったお花畑、楽しかった。今までで一番。走りたいよ、もっと、もっと、ずっと遠くまで。ドクター。悪いが、さっき麻酔を打っといた。さあ、ショータイムだ。観客は舞台から降りてくれ。なんだ。なんだって。話せ。俺がなんだって。俺の何を知ってるんだあんたは。金に汚いな、お互い様だ。あんただって金に釣られてこんな島まで来たじゃねえか。違わねえよ。俺は LA のスラム育ち、あんたは東京のダウンタウンだ。学生時代にベルリンで知り合ってから、金儲けでつるむ時だけは俺たちは親友同士だったよな。大
覚えてるかい？ジェニファーと3人で西海岸へバカンスに行ったところ。ジェニファーがベガスでポーカーをやりたいって言い出したのがきっかけだ。あの時は俺とあんたでどっちがジェニファーのナイトになるか勝負してたんだ。ああ、最高のヒップだった。おまけに頭が抜群に良かった。結局コイン3枚の差で彼女はあんたのものになっちまった。そいつはまあいい。問題はその後、街道沿いのビアハウスで飲んでた時だ。よく覚えてるぞ。1991年8月14日だったな。ビクトリーオーバージャパンデー、対日戦勝記念日、お祭り騒ぎの日だ。あの日もパレードやら花火やらで街中が浮かれてた。俺たちが入ったビアハウスもどんちゃん騒ぎをやってたよな。そんな時だ。たまたま店内テレビの CNN が日本からの衛星中継を流したんだ。俺たちがバカ騒ぎしてる時にモニターの中では辛気臭い顔した日本人が大勢で頭を下げてやがる。それを見た店内の客はどいつもこいつも大笑いだ。そのうちヨタモノの一人が日本人のあんたを見つけて絡んできやがった。なあ東條、おめえらああやって平和のために祈りますとか言ってるけどよ、一体誰に向かって祈ってんだ？おめえらは何に祈ってんだ？え？ジーザスか？エンペラーか？なんだよ黙っちまって答えられねえのかよ。おお、そうか、わかったよ。おめえらが祈ってる相手が、おめえらアメリカに祈ってるんだ。どうか二度といじめないでくださいってな。あんたがいきなりあのヨタモノを殴りつけたときはビビったぜ。案の定店内にいた奴の仲間がゾロゾロ現れて大立ち回りが始まっちまった。じきにポリコーが駆けつけてきたんで俺たち3人は裏通りへ逃げたが、俺だけはそのまま逃げるわけにはいかなかった。あの店のオーナーは知り合いで、店の中にも見知った顔がいくつかあったからだ。逃げたってすぐに通報されるのは目に見えてる。出頭して司法取引に応じた方が有利だ。だがあんたは、それがジェニファーのハートを射止めた切り札かよ。ああいうことをするからお互い様だって言ってんだよ。あんたは知らないだろうな、俺はもう何度も夢に見た。あんたと一緒に逃げようとするジェニファーがふと立ち止まり俺の方に来てこう言うのさ。アレックス、あなたも行きましょう。だがジェニファーの両手にはナイフが握られてて、誘いに乗った俺は刺されて死んじまうんだ。だがな、だが今度ばかりは、俺はやっと見つけたんだ。金と名誉と安らぎを与えてくれる大切なものを、最高の研究素材を。渡さない、誰にも。黙れ！
それ以上喋るなよ、兄弟。今会長に死なれるわけにはいかないんだ。おとなしくそこで見てろ。神が嘘をつかないぐらい本気さ。あんたが余計なことを言わなきゃここまでやる必要はなかったんだ。どこで調べたのかは知らないが、マリアとジョゼッタのことはあんたの考えた通りだよ。だがそれは2年前までで、あの薬が手に入ってからは会長はすっかり自分の体に関心をなくしちまった。このままじゃ俺は破滅だ。あんな実験がそう簡単にうまくいくもんか。なのに会長は俺の報告を信じて、だから仕組んでやったんだよ。パーティーの主賓をマリアにしようと会長に持ちかけた。マリアをこの島へ呼ぶことまでは成功した。あとは適当な口実で手術に持ち込み、マリアの臓器を移植して会長を延命させる。マリアをバラバラにした責任はあんたになすりつけて、ハッピーエンドってシナリオだ。俺はただあんたの診断に従い、言われた通りに手術をしたってわけさ。あんたが馬鹿正直に書いた会長のカルテが証拠だ。どうだい、生かしてるだろう。多少手順は狂ったが、今ここで責任を取るかい。なんだ、葛城良一。何？やめろ、葛城！機材が壊れる！やめるんだ。会長がどうなってもいいのか。マリアが悲しむぞ。貴様いい加減に。死んじまった。俺じゃねえ、あの薬が不完全だったんだ。俺のせいじゃねえ。おっと、動くなよ。逃げたら死ぬぜ、あいつみたいにな。会長の悲鳴が聞こえて、その後すぐにあの野郎が逃げ出してきた。何があったか、ガキでも分かる。
詳しく聞かせてもらおうか。Thank you.